日本学術会議会長は、日本の特別職国家公務員、日本学術会議の長である。日本学術会議庁舎内閣総理大臣、小渕恵造に韓国、地球圏、生物圏国際共同研究計画の促進についてを手渡す日本学術会議会長、吉川博之内閣府の特別の機関である、日本学術会議を代表する職である。日本学術会議は、 日本の科学者の代表機関であり、科学の向上発達、行政、産業、国民生活への科学の繁栄浸透を図っている。具体的には、科学に関する重要事項の審議や、研究の連絡、政府の諮問への答申、政府に対する勧告などを行っている。日本学術会議会長は、日本学術会議のこれらの会務を総理するとともに、 日本学術会議を代表する。日本学術会議は210名の会員で構成されており、その最高議決機関である総会は日本学術会議会長により招集される。総会は通常なら年に1回招集されるが、必要に応じて日本学術会議会長が臨時に招集することもできる。日本学術会議の副会長は総会の同意を得た上で、 日本学術会議会長によって指名される。また、日本学術会議の連携会員は、日本学術会議会長によって任命される。なお、日本学術会議会長は、不適当な行為を行った連携会員を退職させることもできる。日本学術会議の事務局の局長ら職員については、内閣総理大臣が任命を行うが、 その際は、日本学術会議会長の申し出を考慮することになっている。日本学術会議会長は、日本学術会議の会員の5選により選出される。任期は3年だが、再選は妨げない。ただし、補欠の会長の場合、任期は、前任者の残任期間となる。なお、日本学術会議会員の定年は70歳のため、 日本学術会議会長も70歳に達した場合は退任する。日本学術会議会長に事故があるときは、日本学術会議会長の指名に基づき、日本学術会議副会長のいずれか1名が職務を代理することになっている。英語での表記は、President of the Science Council of Japan とされている。ありがとうございます。